土地の共有分割乗っ取りと抱え込みそれがイスラエルとパレスチナの紛争の中心です。ヨルダン川西岸の北部にある村ジャルードを囲む丘の上の土地はユダヤ人入植地にするため取り上げられました。 一部の住宅はオリーブ農家のアブドラ・タフィークさんの土地に建てられていますイスラエルでは新たな法律で保証金を払えばパレスチナ人の私有地にユダヤ人向け住宅を建設することが合法化されましたしかしパレスチナ人は土地の強奪だと非難しています保証金など決して受け取りません私たちの土地は売り物じゃない保証金を受け取れば入植者に土地を売ることになりますそんなこと絶対にしません 新たな法律は物議を醸していますイスラエルの大統領はイスラエルをまるで分割国家のように見せてしまう法律だと批判しパレスチナの和平交渉責任者はすでにそうなっているといいます イスラエルの指導者たちは、二国家共存構想を信じず、ユダヤ人、イスラム教徒、キリスト教徒が共存する非宗教的民主国家という言葉の理解さえできない。だから一国二制度を押し付けることができるつもりでいます。アパルトヘイトです。そんなのは嫌です。イスラエルは中東で唯一の民主国家であることを誇りにしています。そのイスラエルが本当にここにアパルトヘイトを導入すると思いますか。 しています私自身が経験していることですイスラエルの首相は去年大勢のボディーガードに囲まれてトランプタワーを訪れました当時大統領候補だったトランプ氏はネタニヤフ首相のパレスチナ政策を支持しましたしかし大統領となったトランプ氏はこの1週間ユダヤ人入植地は和平の妨げになると言ってきましたもしかしたら自称交渉人のトランプ大統領は自分ならイスラエルとパレスチナの間の最も厄介な交渉をまとめられると考えているのかもしれません トランプ氏のひ辺変はイスラエルの閣僚を驚かせましたイスラエル政府は占領地併合をアメリカに支持してもらえるのではと期待していたのでホトベリ外務副大臣です占領ではなくここは私たちの土地です私たちはいつまでも我慢しませんパレスチナ人はそのことを忘れないようにでは併合も可能性の一つだと 可能性の一つですがそれには地域としてどのような選択肢があるかを見てすべての選択肢を検討した上でアメリカの協力を得る必要がありますイスラエルは東エルサレムも含めたヨルダン川西岸地区にユダヤ人およそ60万人を入植させました国連安保理の決議はこれは目に余る国際法違反で和平の大きな障害だと非難しています入植地は拡大もできるように計画されていますここは中でも最大規模の入職地 エルサレムの端にあるマーレアドミームですマーレアドミームは大きくて拡大し続けていますが今後さらに大きくなる可能性があります行政上の境界は後ろにある砂漠のかなりの部分を取り込むように定められているからですマーレアドミームに沿って車を走らせるといかに大きいかがうかがえます 境界沿いに移動するにはかなりの時間がかかりますパレスチナ人はこの入植地だけでもヨルダン川西岸地区が2つに分断されてしまうそうすると国家自立という夢の実現がますます難しくなるのではと恐れています問題の多いこの土地ではアメリカの歴代4人の大統領が仲介してきた20年以上に及ぶ和平交渉が失敗してきましたしかし誰が大統領であれ紛争を見て見ぬふりはできません エルサレムとその向こうの土地は、時限爆弾のように中東にのしかかっているからです。